はい、では、何節だこれ、32節、ガンバと F マリノスの試合をやってきます。ちょっともう時間、これが8日の試合だから今日はもう13とか4だろうから、ちょっとね、時間経っちゃってるんだけど、もう昨日すでにその後の岩田戦もやってる、それまだ見てないけど、それは今日この後見て、このガンバ戦ね、これ勝てば、勝ってフロンターレが負ければ優勝っていう試合だったのかな。ちょっと忙しくてね、なかなかこれができなかったんですけど、ちょっと肘がね、めっちゃ腫れるってことなんかね、これ多分痛風ですね。出張で佐世保行ってたんですけど、生サバを大量に摂取したら、夜、痛くて起きるっていうことで、これは結構やばいよね。今が血液検査してきて、まあ痛風か非痛風じゃないかなっていうところなんだけど、まあなそうじゃないことを祈ってます。どうだかわかんないけど、まあでもなんかムカデとかに刺されたかなと思ったんだけど、まあいなかったしね。どうなんだろうなっていうところで、とにかくね痛い。これだけでめっちゃくちゃ痛いから、もう、おそらくは痛風じゃないかな。変則だからね、感触がもうひどいよね、これ。これは、3度目で使えるかな。ちょっとわかんないけど、まぁ、ちょっとサッカー、見ていきます。サーレがエスパルスと引き分け、内心敗れますと、3シーズンぶりのリーグ制覇が決定します。今見終わったとこだけどね、この試合。今日のメンバーと予想フォーメーションです。メンバーもいつも通り、まあ、前回と同じじゃないかな、ほとんど。これ同じだね。今岩田を含めてこの4枚、木田、渡辺の最初の頃は結構ローテーションしたんだけど、ちょっと落ち着いてきたっていう感じもあるかな。うん。では水沼、マルコス・ジュニオール・エーゲル、そしてアンデルソン・ロペスです。松原より角田のが好きなんだね。角田のがベンチ入ってる時多いかな。角田と松原入れて畑中いらねえんじゃないかなと思うけどね。角田センターバックできるし、ちょっとまあその辺はまあね、もちろん監督の考えがあるから。でもベンチメンバーも大体最近はこんな感じ。一方阿部だね。バです。今日は斉藤光希イエローカード出場停止、ね、出場停止の斉藤光希しか知らない。あとはまあもう有名な選手はねいるけど、こんなに知らないっていう感じ。レイラからパトリック、メシノからオノセにスタートメンバーを変えています。ガンバも勝たないとちょっと降格かどうかっていうところにいるから、やっぱそこはね、大事な試合になるかなっていうところだね。はい。時間が出てきてないのかな。柔らかいボール。1分20秒の最初のこのコーナーキックだね。マリノからオノセにスタートメンバーを変えています。最初のコーナーキックね、長友の拾って水沼か。これチャンスだったね、マリノスね。こういうところでパッと決めると良かったんだろうけどね。水沼この試合もチャンスあったね。で、7分13秒ガンバ、これ先制のシーンだね。やっぱりマリノスは今シーズンずっと言ってるけど、セットプレーの守備がやっぱ厳しいと。まあ、失点の何割なんだろうな。結構、セットプレーだじゃない？やられてんの。まあ、このファーのね、ゴールラインの角狙いだと思うんだけど、ちょっと後ろ下がっちゃったとこなんだけど、落としてきます。ダワンが勝ったのかな、競り勝って、ヘディング。長戸が競り負けちゃったのかな。やっぱ長戸とか、そんなね、ヘディング得意な選手じゃないから、ダワンだね。ダワンは多分ヘディングちょっと得意なんだよね。折り返して失点っていう形だね。やっぱゾーンでこう守ってるとファーに蹴られて折り返され、まあ、そのままズドンもあるんだけど、それも失点してるんだけど、マリノスは折り返された時にやっぱこう誰が誰についてるのかはっきりしてないからだいぶ難しいよね。ゾーンをどう攻略するかっていうと、やっぱこうファー目線をずらす、まあ、ショートコーナーするとか、
ね、こうやってファーから折り返すとかニアでスラスとかっていうのはめちゃくちゃゾーンにやっぱ有効なんだなっていうのがわかるシーンかな。これ2点目も確かセットプレーからだからね、失点マリナス、この後失点するんだけど、って考えるとやっぱこうね、どうなんだろうっていう、まあマンツーマンでついたってやられるときはやられるから、でもこれはもう割り切ってんだろうなっていう感じ。ただ宇佐美のキックはずっとそこを狙ってる、ファーから折り返すのかファーでズドンなのかっていうところね。まずファーサイド残っていた、なんかとしては難しいよね。おそらくエドワールドのところがオフサイドラインになると思いますので、これはオフサイドなんじゃないかなと思います、はい、ファーに行って競るときはもうマリノスの選手全員ボールと折っちゃうから、自分のマークとかないみたいで、そうするとやっぱこうやられやすいんだろうね。で戻すっていうところを狙ったんだと思いますね。はい、22分30秒マリノスの攻撃だね。マリノスジリオールしますね。これ惜しかったね、ちょっと曲がりすぎたね、クロスがね、難しいね、これは。背後から狙っていたエーベル。ここでバウンドされるともう、難しいと思います、これはね。よく触っただけでもよく触ったな。はい、37分28秒。マルコス・ジュニオール。長友間に出せば抜けた。これもチャンスだったね、水沼ね。決めないとね、今日2本目。キーパーぐらいになったな、ディフェンスが塞いでるな。やっぱマリノスは前節もそうだけど、やっぱ前への推進力とかスピード、一発で裏ガツンっていくのはこの試合はもうほぼなかったね。もちろんガンバが引いてるっていうのもあるんだけど、だからこの、まあ、危なくないところで動かすしかないっていう感じが多かったかな、マリノスは。はい、57分25秒ガンバのセットプレイ。マリノスはめちゃくちゃライン高いね。いいね、これ。これもショートコーナーとかやられたらきつい。ショートで始められたりしたらきついと思うんだよね、マリノスね。キッカー一人ならいいけど、二人立ってるとめんどくさいし。でもラインはめちゃくちゃ高い。攻撃的。非常に高いラインです。宇佐美はその背後を狙います。落ち着いた！でも普通にピンチになってるっていうところなんだからね。いいのか悪いのか。まあ、自分たちのスタイルを貫くっていう意味ではいいな。ダワンが強いんだけど、はい、69分22秒ガンバか。なんかね、パトリックはとにかくヘディングめっちゃ強いんだよね。誰も勝てなかったんじゃないマリノス。これがまず一つマリノスにとってはめちゃくちゃ嫌だったかな。パトリックがヘディング強い。あとまあ宇佐美も収まりがいい時間作れるっていうのがあって、この二人が2トップやっぱ結構苦戦してた印象だね。エドワルドではちょっとヘディング勝てない。これエドワルドのところでボンって跳ね返せれば岩田とね全然展開が違うんだけど、パトリック強いヘディングは。ナラの前でウサミ、足が出る、取り返し、ヒロですね。まあいい攻撃だったガンバね。短いし少ない人数で、ウサミはやっぱ見てると上手いよね、サッカーね。はい、77分2秒。これで松田監督は、まあ、先ほどはレオスレ、ダバンバ、足を吸ったことによる交代です。高尾が上がってきました、フリーで、危ないね、マリノスは。完全に崩されてたね。狙ったところじゃなかったです。ダバンバはそこそこ調子良かった。これは枚数かけてるし、攻撃人数6枚ぐらいかかってるし、で、マリノスも6枚ぐらい戻って、6、7枚戻ってきてるっていう感じだけど、いいよね。いい攻撃。シュートは当たってしまったんじゃないかなと思うんですけども、はい、78分40秒。結構飛ぶな。俺が2点目じゃない？またコーナーキックね。このファーのやっぱこのゴールエリアの角のとこなんだよね、狙ってんのはね。まあ、これは一発目は無事クリアできたんだけれども、この後だよね。ゾーンだからさ、ボールしか見えないんだよね。セカンドボールを、まだ行く！
通にパトリックに入っちゃってっていう形だね。パトリックに最初は誰かついてれば、パトリックがこんな変なところで動いてても気づくんだけどね。これマリノスとしてはこうラインを高く上げるっていうのは多分これ揃えてね、本当は理想なんだけど、ガタガタだからちょっとオフサイドも取れなくて、でガンバのこぼれ球の選手もワンタッチで入れてきたから揃える、これコントロールしたライン揃ったと思うんだよね。ディフェンスに揃ってオフサイドとか取れたんだけど、ワンタッチで入れてきたからちょっと間に合わなかった。マリノスあのコーナーキック崩れ、まあコーナー崩れだよね、これはね。セットプレーだよ、だから。チャンスの数では別にマリノスも悪くないんだけどね。健在のね、いい選手、パトリック。はい、85分60秒、86分か。まあ、ここからマリノスも攻めるしかなかったので、っていう感じだね。ジョエル・チマがワンツーしてシュート。オフサイドか。その後入ったからね。マリノスはこうやって引かれた相手にどうするかだよね。はい、次89分43秒。もう怒涛の攻めだけどな。岩田のミドルシュート。いいシュートだけれども、これも入んないね。プロのキーパーだったら入んない。高校生のキーパーとかって入るかもしれない。特に東口じゃ入らない。これは。一番セーブしやすい。セーブしやすいとこじゃない。97分23秒。終わりだね。で、マリノスは負けちゃって、フロンターレが勝ったのかな？だからちょっと優勝は決まらなかったっていうところかな。足踏みだね。ホームでやっぱ決めたいっていうのがあるんだろうから。どうなんだろうね。まあ今日これまたここから、本日、昨日行われたマリノス対岩田。まあ、ちょっと結果は少し情報入ってきちゃってるんですけど、まだ試合は見てないから、ちょっとまあ、この後見ていきたいかなと思ってます。はい。じゃあ、終わり。もうパッといく。これもう過ぎた試合だからね。終わりです。はい。